赤戸は台北市西北に位置する湿地。台北市唯一の湿地であり、淡水河とキールン川の河口が交わる。古くから重要な渡り鳥の生息地であり、生態は非常に豊富である。1996年、この赤戸自然公園が創立し、2001年12月1日から委員会は台湾台北市の鳥学会が経営管理し、 台湾生態区保育区を創設して民間の社団経営管理の一つの例となった。赤土の病、赤土宮、北台湾で有名なマソ病では線行やろうそくが盛んに解かれる。1991年、国立台北芸術大学の全身国立芸術学院は正式に赤土に移り、2001年に国立台北芸術大学と改名して北芸、 北芸大と略称される。2002年に北芸大石戸美術館が創立し、2003年3月に正式に開館した。関戸は、現住民の言葉に、ルーツがあるため、初期の漢字音訳は統一されていない。書法には、彦コタエモひまめもん、彦ヒコ星、赤森、絵頭、肩、関東、犬井島、関森、関豆等がある。 日本統治時代には絵頭が多用され、淡水船の駅名に用いられた。戦後から今日に至るまでほとんど統一的に赤土が用いられている。例えば、台北都市運淡水船赤土駅がある。今日の台湾を、ターウは、比較的に漢字、関東、漢の音で表すことができる。ありがとうございます。